さあ、続いては山口で頑張っている人を応援する新コーナーです。だからトータルの値段ではなくて月々いくら払えるかっていうのがポイントだと思うんですよね。中塚よしきさん31歳、経営コンサルタントです。顧客はすべて零細企業、零細企業こそ宝の山だと言います。本当零細企業こそ本当ちょこっとのアイデアですぐ結果が出るんです。いい結果ばかり積み上げていけば売上って2倍3倍になると思ってるんですね。クリーニング店や町の洋服屋さんなどこれまで再生させたのは県内40社。地元の小さな企業を再生することが山口を元気にすることにつながると考えています。僕の高校の同級生見たら元気なやつほどやっぱ県外いるんですよね。それだったらやっぱ地方が活性化するわけないなって思ったんですね。ですから僕は本当自分の住み慣れてるこの山口で結果を出したいって思ったんですよね。零細企業再生人中塚さんに密着します。今年度からの新コーナー、頑張っちょる山口です。さまざまな分野で頑張っている人をご紹介します。今回はこの人、経営コンサルタントの中塚よしきさんです。中塚さんは従業員20人以下の零細企業を中心にコンサルタントをしています。円高や震災の影響などで中小企業にとって厳しい状況が続いていますよね。そんな中でも中塚さんがコンサルタントしている企業はぐんぐん業績を伸ばしています。中塚さんの秘密兵器に迫ります。ご覧ください。おはようございます。中塚さんのオフィスは県が企業振興のために作った建物の一角にあります。今常に20社以上の顧客を掛け持ちしています。契約料は月2万円、零細企業にも手が届く破格の安さです。結構来てるっすね今日は。朝必ずチェックするのが顧客から届くファックス。会社の社長が自ら書いた前の日の日報です。社長の一日の行動が細かく書き込まれています。さらに社長自身の気づきや反省も添えられています。この日報を前に中塚さんが取り出す秘密兵器が赤ペンです。この赤ペンを使って社長の行動や反省を添削するのです。集客のための具体的なアドバイスに加え、叱ったり励ましたり社長をやる気にさせる一言を書き込みます。本当嬉しいことに僕のお客さんが言われてたのが、毎朝事務所について一番最初に何するかっていうので実はファックス見るって言われたんですよね。その中塚君からどんな返事来てるかなって、でそれを見て本当一日を始められるって言われて、今は企業を次々と再生させている中塚さんですが、当初は大きな壁にぶつかっていました。開業したのは5年前、営業マンとして働いていた会社を辞めての独立でした。会社員時代に蓄積したノウハウを生かせば零細企業の業績を上げられると考えたのです。ところが始めてみるとなかなか業績が上がりませんでした。中塚さんのアドバイスで一時的に売上が上がっても長続きしなかったのです。本当いろんな提案させてもらっていろんなことを実行してもらってうまくいったんですよ。でもその後元の売上戻ってるんですよね。でそこでなんで元の売上戻るんだろうって考えたら、
やっぱり社長がそのまんまだったとか、やってること自体が変わらなかったとか。原因は、零細企業の社長には経営の意識が伴わないまま後を継いだ人が少なくないことでした。そこで、日々の社長の行動をチェックし、意識を変えていく必要があると考えたのです。この日、中塚さんは山口市の顧客のもとを訪ねました。こんにちは。お疲れ様です。園芸店を家族で経営している本間史郎さんです。店は創業120年、明治時代から続いています。これまでは農家向けの肥料が売り上げの大半でしたが、ここ数年、周囲の農家の数が減り、売り上げが激減しています。そこでインターネットで花の寄せ植えの販売を始めましたが、肥料の減収分を賄うことはできていません。肥料の売り上げ自体はもう、本当バイバイでこう下がっていく焦りとか、現実的にその資金繰りが厳しいとかっていう部分もやっぱどんどん見えるようになってきたっていう。生き残りをかけて頼った相手が中塚さんでした。やっぱもうある程度その3、4ヶ月。本間さんが日報を書き始めると、すぐに大きな問題が見つかりました。これは始めたばかりの頃の日報です。画面左側が朝決めた一日の予定、右側が実際の行動です。この日は注文の花の作成と出荷を済ませ、夕方からはアンケートや広告の作成をする予定でした。しかし、実際にできたのは注文の花の作成のみ。正午から3時までは予定になかった仕事をしているうちに過ぎてしまいました。目の前の仕事に追われるばかりの毎日でした。その日一日の仕事もなんとなくエンジンがかかり始めたら、あれやらなきゃ、これやらなきゃっていうのがふつふつと湧いて、それをなんとなくそのこなしてたら一日が過ぎて、まあ明日もあるからいいかっていう感じの毎日を繰り返して。そこでまず中塚さんがアドバイスしたのが、業績に直結する業務を決まった日時に必ずすることでした。そこで本間さんは客に向けて送るメールマガジンを週に一度欠かさず送ることにしました。インターネットで注文してくれる人を増やそうという狙いでした。中塚さんも赤ペンでその取り組みを励まし続けました。メールマガジンは新商品の情報が充実しているとお客さんから好評です。メルマガとか、まあ、月に1回とか気分が乗った時に出すっていうような感覚だったのが、この時間までにメルマガを必ず出すっていうのをスケジュールに組み込んで、それをもう1週間の流れの中で絶対崩さないっていうのを、まあ、やり始めたんですけど、それがまあかなり結果が出てきて。その後本間さんは一つ一つの仕事に対するさらに細かいスケジュール管理を始めました。さらに作業の時間を見積もった上で集中力も考慮に入れた作業スケジュールを作っていきました。一日の行動を見直すことで作業の効率が大きく上がりました。今では空いた時間を使って新商品を次々に開発しています。最近、
売上も伸びてきました。スケジュールってきっちり、まあ本当やるべきことをただこなすだけでも相当結果が出るなっていうことが、まあ、分かってきたんで、自分をコントロールできるようになれば、うん、まあもう必然的に結果も出てくるのかな。中塚さんは社長の役割が大きい零細企業は社長が変われば業績は大きく上げられると言います。アクションとして毎日日報を書いて毎日振り返るって、本当心に刻んでいくような感じですよね、毎日。ですから元の自分に戻らない、元の社長に戻らない、ですから結果が出ていくのかなって思ってますね、この日報については。日々の行動やスケジュールを見直す、そうすることで仕事が効率化するというのは私たちにも参考になりますよね。北キャスター、中安キャスター、いかがでした？はい、うん、確かに一日一日の積み重ね、長い目で見ると大きな違いになりますよね。しかも中塚さんのような第三者の目でアドバイスしてもらうというのはより効果的ですよね。今回取材した社長の多くがこのままの経営ではダメだと分かってはいても誰に相談していいのか分からないという悩みを抱えている方が多かったんです。そうした中で会社に将来性が感じられず結局廃業に追い込まれるというケースも少なくありません。長塚さんのような存在が地域を元気にするためには必要なのかもしれません。頑張っちょる山口、初回の今日は零細企業再生人、長塚さんをご紹介しました。